すごいですね。もう衝撃すぎて熱が出そうです。このゲームチェンジャー。いろんな大規模言語モデルというのはどん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 出てきていますけれども、今回のチャット g p t のアップデート、これはすごすぎます。何がすごいっていうのは、まあいろいろあるんですけれども、GPTs、この機能がすごすぎます。もう プログラム開発も、そしてホームページ作りも、そんなもの全くいらない。今日僕は15分ぐらいで自分のちょっと資料と重ね合わせながら作ったんですけれども、まあこれ、すごすぎます。秘書とスタッフと、そして営業マンとみたいな、そんな感じの人材を5分で雇ったって感じですよね。 これは凄す,すぎます。ということで今日は最新版のチャット GPT でできた GPT 図。これを解説していきたいと思います。そして僕のことですから基本的には音楽用のチャットボット。これを作りましたので、これの解説と合わせて作り方を見ていただきたいと思います。 チャット g p t のもちろんプラスユーダーしかこれはできませんけれどもそこの中に左にエクスプローラーというのができていますこれを押しますとこのような画面になって作った MyGPT 図はここにあります僕はメロディトゥーミディというものを作りましたこれエディットします結論から、 言いますと GPT ビルダーというのがあってこの上側にあります「CREATE」というのでこう作っていったりするんですけれどもこれよりも右側の「Configure」というんでしょうかねこちらの機能でやる方がやりやすいそう思いますですから皆さんもやり方がわからない人が対話型でやっていくのには「CREATE」の方でもいいですけれども こちらの方方ででややる方が分かりやすいです。い一番上にネームということで今回のという風に書きました。最初は海外の人にも使ってほしいですので英語でやろうかと思いましたが、まあ、海外でもですね Google Chrome とかは翻訳機能もあるということで、まあ、それならほぼ日本語でやってしまおうというふうにしました。 そして次のところでディスクリプションというのがあります。これは大枠でどんなことをするのかということで右側に出てますよね。メロディー先生成のお手伝いをしますということです。このアイコン、これは最初クリエイトの方で作った時にこのアイコンを作ってくれました。そのまま使っています。次なんですけれども ここにインストラクションズということで、まあどういう感じで提案していくのかというのをここに書いています。ちょっとここでは見にくいですので、メモ帳に貼り付けて皆さんに見ていただこうと思います。新しいメモ帳に貼り付けます。ここまで大きくしたらわかりますでしょうかね。 もちろん適当なところでもっと開業をしてもいいんですけれどもさらっと読ませていただきますメロディートゥーミディは村長スタイルコードこれ前から僕が提案していますチャット GPT で音楽を奏でるということができる多分世界で最初のアプリを開発したんですけれどもそのコードというものを使用して作曲支援をします ということを書いています音楽理論と作曲技術に精通しており協力的で創造性を育む指導者のような性格を持っていますいわゆる GPT はどんな人かというのをこのように擬人化しているわけです不明確なインプットを明確にし特定のトピックの制限はなく幅広い音楽ジャンルやスタイルを含有しますということでまあ、どんな質問にも 答えててていいいいって最終の結論をを導くととううようなことをここで書いています GPT は初心者と経験豊富な作曲家の両方に適したフォーマルすぎずカジュアルすぎないバランスのとれた会話を使用しています。これは難しいことを書いたりするんではなくってざっくばらんに曖昧な言葉ででもできるように さほど音楽基礎のようなことを言わなくても楽しい曲を作ってそんな形ででもチャットが進むようにこのように書いています関連する場合に有名な作曲家や楽曲を参照することで対話をパーソナライズしてアドバイスに深みと文脈を加えますということでブラウジング機能もオンにしています GPT は音楽的な質問や メロディーのアイデアを共有することを促すメッセージでユーザーを歓迎しあらゆるジャンルやスタイルを支援する準備ができていることを表現しますということで回答時はセクションなどで分けないで GPT が提案する1曲分を全てコードブロックの形式で尊重スタイルコードは 回答してください,とい,うことですいわゆる曲として鳴らしたいですので A メロは何だとか B メロは何だとかあまり細かく分けないでそしてコードブロックというのは後で見せますがプログラムのコードとかを出す黒いバックのところでコピーというボタンが右角についていてそれを押すとですねコピーできるというそういうような形式で回答してくださいということです。 それと僕がやっていて思ったのですが URL が来て最後にこの話が終わるから丸というのをつけてしまうことがあったので URL の後ろに句読点をつけないようにリンクがおかしくなるのでこのように指示をしていますこういう指示というものをインストラクションというところに放り込むということですそしてですねここに 4つの項目が書いています。まあ何を質問したらいいのかということがわからない人のためにですね、ここに追加をしていきます。右がプレビューの画面です。まあこんな感じ、右半分のようなブラウザーになりまして、インプットエリアの上側ですね、プロンプトを打つところの上側にこのようなメニューが出るようにしています。4つ設定しています。 どんなな、ジャンルのメロディを作ろうかなボーカルイントロ感想などの利用に合わせられると聞いたらチャット GPT はそれに適した回答をしてくれるようにこのようなメニューを作っていますそして僕の開発した GPT メロディープレーヤーについて知りたいどんな風にしてこれ作るのかなとかですねこのチャットの進め方自身ですね Melody MIDI というようなメニューを4つ作りましたちょっとこれで実際僕のメロディ o MIDI を使ったらどのようになるかというのを先にお見せしたいと思いますまずどのジャンルのメロディを作ろうかなというボタンを押すとどんなふうに回答するかこれは 必ず同じ回答ではないと思うんですけれどもその場面やユーダーさんの話の進め方によっていつこのボタンを押すかによって回答が変わったりするみたいですこれをまず押しますはいこんな風にですね 素晴らしいですね。どんなジャンルのメロディーを作成しましょうかということで聴いてくれるようになりますクラシックジャズポップスみたいなことを聴いてくれて回答をしてくれるということですので j p o p 8小節以上で明るい感じのメロディーを作ってこのように入れるとしますすると j p o p のジャンルで明るい雰囲気のメロディーを作成しますね こののメロディーはどのようなな用途でお使いになりますかとかいうふうに聞いてくれるようにこれは僕がそのように説明をしてあるからですここでは感想で使いますというようなことを入れてみましょう最終の回答を出してくれましたここでは BPM テンポを120程度として 爽やかで動きのあるメロディーを作成しますということです。以下がそのメロディーの尊重スタイルコード for melody です。ということで、先ほども説明しましたように黒いバックのコードブロックというのはこのようなことです。そして、このメロディーはハーモニックな流れを持ちながら聴き手に明るく軽快な印象を与えていることを意図しています。というようなことです。そして、 GPT メロディプレイヤーの URL も説明をしてくれていますので、じゃあやってみましょう。コピーをします。そしてここがちゃんとリンクになっています。はい。そうすると僕の GPT メロディプレイヤーが立ち上がります。ここでクリップボード貼り付けという風にします。はい。貼り付きました。ちょっとボリュームを大きめにします。これで 120程度って言ってましたからこんなふうにしましてそして「ウェプ上ででも音が鳴ります Listen to Melody」というボタンを押すとはいこのようにもなるんですけれども「s a v e as MIDI」というので「MIDI」に「 置き換えて、そして daw に持っていくことができます。ちょっとやってみましょう。はい、ダウンロードホルダーに保存をします。初期値ではメロディードット m i d という風になりますが、同じものがあった場合は括弧1。かっこ2のように増えていくことになると思います。じゃあこれで保存をします。今度はそれを聞いてみましょう。メロディーミディというのを。 クリックしますと、Windows の場合は右側にメディアプレイヤーが出る人も多いと思います。出ない時はダブルクリックなどをしていただくといいですが、ちょっと聞いてみましょう。このようにメロディーが生成できます。 もちろん MIDI ができるということは DTM のソフトウェアなどで開くとですねその後編集ができたり音色を自由に変えたりできるようになりますこのように GPTs はノーコードでプログラムを開発できると言っても過言じゃないほどのことが色々できると思います今回は僕の専門の音楽 そしてメロディを作る GPT プレイヤーというのをチャット GPT ができた頃にウェブアプリとして開発したのでそれをとっても便利に使える方法はないかということで第1号としてメロディトゥミディというチャットボットを作ったわけです今画面の下の方に GPT メロディプレイヤーとはみたいな添付ファイルが2つあります この添付ファイルの中身を見てみましょう GPT メロディプレイヤーとはということで僕の開発した GPT メロディプレイヤーで使われている尊重スタイルコード for メロディーというものをどんなものでどんな仕組みかというのをこのように書いたテキストこれを貼ってありますそして回答はどうするかということを 書いた説明書類をこのように添付しているわけです。ですから、全く同じに出るわけでもなく、ここらを色々考えながら優秀な秘書が適時お客さんのニーズに合わせて回答をする。それもいちいち、社長、どんな風に返答しておいたらいいですかじゃなくって、自分のわかる範囲でカスタマイズして回答を出してくれる。 これが g p t 図の作り方という風うになります。そしてここでコンパチビリティーズというのがありましてウェブブラウジングやラ a l l 3コードインタープリタは使うのかそんなようなチェックを入れる項目がここにありますので今回のこのチャットボットで僕の場合は今ラ a l l 3音楽を作るということで 図形は基本的にいらないので今はチェックを外しています。ただしい近い将来出来上がったメロディーから譜面を作るというようなこともできるようになるかもわかりません。今のところ譜面が作りたかったら先ほどやりました MIDI ファイルを譜面を作れるような DTM ソフトもしくは譜面専用のソフトそういうので作ればいいと思います。 先ほどテストでは対話型というのでやりましたが一発で出す方法そういうのもあります何せ最終結果として僕の GPT メロディープレイヤーでうまく流せれるように難しいプロンプトは全く意識なく簡単にメロディーの試行錯誤ができるようになっています例えば弾いた後にまた修正を加えてほしいと もうちょっと音域を低いところから高いところまでいろいろ使ってほしいとかそういうようなこともできます。最後にそういうところをお見せしたいと思います。まずはあまり条件を与えないでプロンプトを打ってみます。ジャズっぽい16小節ほどの静かな曲を作ってください。このようにやり方が分かったわけですから聞いてみましょう。はい。ではコピーをします。 そして GPT メロディープレイヤーの方に来ました。更新して最初に戻します。そしてここでクリップボードから貼り付け。このようにしましたらちょっと音を聞いてみましょう。はい。なんかスケールのようなものになってしまいましたね。ですからこれを変更してもらいましょう。ちょっと単純すぎです。スケールみたいですので もっと動きを出してください。このように言ってみます。了解しました。ジャズの特徴をより活かした複雑で動きのあるメロディーを作成します。ジャズにはしばしばクロマティックな動きや意外な転調、リズムの変化が含まれます。これらを踏まえてメロディーにさらなる表現力と動きを加えましょう。こんな風に言いましたので、途中でもいいですからこのようにコピーします。 どんなふうに変わったかまた鳴らしてみましょうちょっと変わりましたねこのような感じでですね何せメロディ専用に作られたものですからこれをミディ i にアウトして自分の DTM そういうのに応用をしてチャレンジしてみてください例えば 音程を一箇所だけ変えたいというようなことがありましたら大体の位置でいいですので今 A4 の8のこのところにですねカーソルを置きましたこれ別にもうちょっと前でももうちょっと後ろでもどちらでもいいんですこれで右にある矢印ですねこれの上下これを押すと音程が変わります今 A4 になっていますけれども これを B4、2つ上げ、これにやってみましょう。はい。こんな風に変化させることができます。これ横 B フラットですから、フラットしてる方がいいので、1個だけに戻しましょう。はい。こういうようなことができます。えー、A シャープと B フラットは基本的に同じものですから、もう一度聞いてみましょう。 はい、トントンと同じところが最後の方にありましたね同じような音になったり例えばこれをもっともっと上げてみましょうはいこんな風にしますちょっと音程上合ってるかどうかは分かりませんがもう一度鳴らします 今ピンと上がりましたよね。まあこんな簡易なところですけれども、ここの中ででも編集ができますが、でも DTM ソフトを持っている方は DTM のソフト上で編集する方がずっと楽かもわかりません。このように僕の方では2023年の3月あたりにですね、この GTP メロディプレイヤーを発表しました。 今まではここにあるソングプロンプトというのでいろいろ設定をしないとまずはこの村長スタイルコードというのが出せなかったわけですけれども今回の新しいチャット GPT プラスのユーダーさんであればこれを公開しておきますので URL を知っている人その人なら使えるというモードにしておきます共有の URL というのは このメロディートゥミディをニューチャットにしたときに上の URL バーに出るこれが実際のリンクアドレスになりますこのようにしてお友達やビジネスの場合は社内で共有して営業用のチャットボット生産管理用のチャットボットこんな感じでいろんなチャットボットを専門的に作るとより便利な回答ができるようになります もうそろそろチャット GPT もプラスにしていい時期なんだと思います。皆さんも一度考えてみましょう。この GPT 図の使い方という動画はサブチャンネルというのも作りまして AI 初心者教習所というチャンネル名で展開もしています。当面は2つのチャンネルで公開していくと思いますので、これ見たっけ と、二度見してしまう時があるかもわかりませんが、ご容赦ください。では、ご視聴ありがとうございました。